モスクワ郊外のコンサート会場で武装グループが銃を発砲し、少なくとも40人が死亡しました。ロシアの独立系メディアなどによりますと、現地時間22日午後8時ごろ、モスクワ郊外のコンサート会場に迷彩服を着た武装グループが押し入り、銃を発砲しました。これまでに少なくとも40人が死亡し、100人がけがをしました。目撃者によりますと、スローガンなどは叫ばず、訓練された様子だったということです。身元は分かっておらず、襲撃後逃走しました。現場はモスクワ最大のコンサート会場の一つで、最大9500人を収容できるということです。モスクワ郊外のコンサート会場襲撃事件に絡み、過激派組織イスラム国がインターネット上で犯行声明を出したことが報じられています。ロイター通信などは22日、イスラム国が関連する通信会社の SNS を通じて犯行声明を出したと伝えました。ネット上に拡散している声明とみられる文言では、イスラム国の戦闘員はモスクワ郊外のキリスト教徒の大規模な集会を襲撃し、数百人を殺傷したとしています。また、戦闘員らは無事に拠点へ撤退したと主張しています。一方、確固たる情報がないとして、この犯行声明を疑問視する報道も現地ロシアでは出ています。